皆さん、こんにちは。今日は2024年のイヤホン延長ケーブルのおすすめ商品を紹介します。より良い音楽体験をするための選び方に役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。続いて、エリコムのヘッドホンイヤホン用延長コードをご紹介します。このケーブルは専用の対ノイズモデルで、銀メッキされた内蔵シールドにより、あらゆるノイズを効果的に減少させます。信号歪みを抑えるために、太めの線材が使用され、確かな音質を保てます。これも3メートルの長さがあり、安心して長距離の接続ができる点が魅力です。高品質な製品を求める方に非常におすすめです。最初にご紹介するのは、リコインの4極イヤホン延長ケーブルです。この製品の特徴は TRRS 仕様でマイクが搭載されているため、通話も可能です。また、多重シールド設計を採用していて、外部の干渉を少なくし、クリアな音質を提供します。さらには、ナイロン編みの構造が施されており、驚きの耐久性を誇ります。実際におよそ1万5000回の曲げにも耐える設計で、長時間の使用にも安心して利用できます。音質と耐久性の両方を重視される方におすすめです。次にご紹介するのは、マクサー電機のヘッドホン延長コードです。この延長コードは、高純度の OFC ケーブルを使用し、3.5mm のL 型ステレオミニプラグを搭載しています。なんと、長さ3メートルで、離れた場所でもオーディオ機器を快適に使用できます。特にリモートで映画や音楽を楽しみたい方には、ぴったりの製品です。手頃な価格で、嬉しい機能が多く備わっているので、非常に人気があります。次に、富士パーツ紹介の F ファクトリーステレオミニプラグ延長ケーブルです。こちらのケーブルは使いやすく柔らかな素材を使用しているため収納や取り扱いに優れています。3.5mm ステレオミニジャックの幅広い互換性も魅力の一つで様々な機器に利用ができご家庭でとても便利なアイテムです。手頃な価格で使いやすさを求める方には嬉しい製品です。最後にご紹介するのは、富士パーツ紹介の4極延長ケーブルです。この製品は、L 型プラグを装備しているので、デバイスの操作を妨げることなく快適に利用できます。さらに、様々な長さのバリエーションが用意されているので、自分のシーンに合ったものを選びやすいです。非常に役立つ高機能なケーブルで、多用途に使いたい方には、必見です。